入り口になりたい自分になり人生を思い通りにするセミナー始めていきたいと思います。ということでね、今日はその2ということでやっていきますが、前回どうでしたか面白かったですかね前回すごい質問がありましたよね。ありがとうございます。今日見に来ていただいてありがとうございます。じゃあ早速今日のね、問題いきますよ。問題ね、この一発目が面白い。はい、じゃあ問題このように書いてあります。強く願えと 言われたらどう思いますかねなりたい自分になる方法はどうなんですかはい、強く思ってくださいってね、言われたらあなたどうもですね、えー、思ってできるんだったらどうしようもないよってね、あの、じゃあ第一世界大戦、思ったら勝てたんですかと、ね、この精神力、このこれに関して今日はね、面白い逸話があるので、ちょっとね、ここ話していきたいと思いますよ。はい、ありがとうございます。はい、あの見に来ていただいてありがとうございますね。はい、見に来ていただいてありがとうございます。 あのね、実は松下幸之助さん、ね、今の前あの、パナソニックグループを作った PHP 研究所とかも、ね、そうですよねあの、パナソニックのその前身をナショナルという電気会社、その前は松下電機っていう会社だったんですね。その松下電機を立ち上げたのは松下幸之助さんっていう方、この方ね、もう結構昔に亡くなられてしまったんですけど、今でも、ね、経営の神様なんて言われてますけれども、この方が、 えとまだ40年くらい50年くらい前ですかね実はあのとあるところでセミナーをやったんですそしたらもう当然それは松下電機の創業者ですからあのもう名だたる経営者がワーっと来てそのうわもうこの、ね、経営のエッセンスを学びたいっつっていろんな経営者が来られたんですねその中にあの稲盛先生もいたらしいんですけれども、まあ、かのようまね有名な、ね、ダム式経営っていうのについてあの松下幸之助先生は。 あの説明ををしたんですすダムってていいうのは水を貯めていきますよねそして川がその水が必要な時に水を流すそして必要じゃない時は水を止めるだからその下流の方でえっとその洪水とかそういうのが起きにくいっていうのがダム式経営だから常に自分の会社がカツカツで工場のここが 人もうちょっとでも止まったらもう我が社は立中間とかこの人がほんの1日サボったらもう我が社は立中間とかそういうことではなくてダムのようにその利益とかいろんなものを貯めてそれを適切に出していくつまり余裕のある経営をしなさいっていう話をしていやーわかりましたダム式経営ですねってみんなねそれで納得しますかね納得しますよね。 松下さんあなたのところ大儲けしてるからダム式経営なんていうことができるんでしょってねみんなその普通の経営者思うわけですよそして経営者がね、あのー、松下幸之助先生のようになりたいからその話を聞きに行ったのに アンさんダム式経営やりなさいって言われて、できたら苦労しませんがなってね、一人の経営者が手を挙げて説明、あの質問したんですね。松下さんがダム式経営、つまり余裕のある経営をどんな時もせなあきまへんよっていう話をあの当時ね、多分大阪弁でされたわけですよ。そしたら、ある社長が手を挙げて。 どんなこと言ってもなーってわしらにはそんな資金的体力もないし毎日カツカツで従業員もカツカツでも日々自転車操業でそんな資金的な余裕も人的な余裕もその工場の余裕もないんですじゃあどう、ま、ダム式経営をやればいいっていうのが分かったとじゃあダム式経営はどうやってやるんですかという質問をしたんですねそれ知りたいですよねその時松下幸之助さん真面目に腕を組んでうーんそうやなーってね結構ね 考え込んんだらしいんですよこれは松坂幸之助さんが本気で真剣に答える時のその仕草らしいんですね。で、うーんって、まあまあな時間考え込んで、あの社長いい質問したからいい、いい話聞けるんじゃないかと思ってね、そのみんなにかたつを飲んでその答えを待ったと。そしたら松坂幸之助さんはだいぶ時間経った後に、うーん、そうやな答えを言ったんです。どういった答えか。うーん わしもどうやったらダム式系になるのかは分からへんおーいってね、あのみんな知りたいから <laughs> おい、分からへんって、そんなダム式系にやれっていうのは分かったけど、それをやる方法が分からんかったらどうしようもない、じゃねえかってみんなずるって滑ったわけです、ずるって。でも最後にこうおっしゃった、松田幸之助先生はこうおっしゃった。うーん、せやけどな。 ダム式経営になる具体的な方法は分からんけれども、一つだけ言えることは、それができるように強く願えっちゅうことやと。そこでまたみんなね、ズコーですよ。 ね、あの第二次世界大戦が終わってその松下電器がバーンとナショナ、ね、日本のナショナリーな世界のパラソニックになっていったその会社を率いた会長が最後に言ったことはなんだよ第二次世界大戦みたいにこう竹槍でねビーンジ軸を落とせいやーってねそれは落ちませんわそんな精神論ですかっていうとこズコーってねなったけれどもそこにいた数百人の経営者みんなねははあ、はそれはできたら苦労しませんわってね笑ったらしいんですよ笑ったそんなんでねそんな願って強く願って できるんだったら苦労しませんわと笑ったらしい。その中で一人だけ。笑わないでメモを取ってなるほど。ともう怖いくらいの眼差しで見てた経営者が一人いたそうです。それは誰か？それが京セラグループの会長の稲森会長だったらしいですね。そうです。あのね、jal の立て直しとか。最近あの仏道にも入られて特度をされてっていう。もうあのもう。 松田幸之助さんも一代の経営者ですけど、今の生きるその経営者といえばその稲森先生ですよね。その方がそこの会場で、なるほどってその言葉をずこーって多くの、多くの人がずこーってね、それは強く願うことですわ。強く願うことが松下幸之助先生が出した、そのたった一つの答え、どうやってやるんですかそれは強く願うってことですな。それみんななーってなっててる時に一人だけ それをメモってそれで京セラの、えー、社訓の中に強く願うっていうのが入ってますねあの自分の願いを願うってことなんですまず願わないじゃあね逆に聞きますよもし経営者やその自分の人生の主人公であり自分の人生のディレクター、まあ、監督ですねでありその主演男優賞をあなたの人生という映画祭で撮る、ね、主演兼監督兼ディレクター兼あのプロデューサーであるあなたが それを願わずしてそれがやってくるってこと、逆に聞きます、あるんですか私はね、ないと思うんです。も,うもちろんですよ、願ったからといってそれが来るとは限らない。しかし、願わずしてその未来の姿をありありと思い描くことなくして、ありありと思い描いて、それが当たり前だというくらいまで自分の脳にそれをインストールして、これができないと気持ち悪い。 ね、できたらいいなじゃなくてそれができてないと気持ち悪いというまでにそれが自分の頭の中での常識になったらなってない人がそれが来ますかってことなんです。 ほぼほぼあるようなことだったらそういうこともあるかもしれません。しかし、それを思わずして逆にそれが来るんですかという問いに対して皆さんどうお答えになりますか強く願えと言われてあなたそれをねやりたいんですかそうですかじゃあ神様、仏様に、ね、10円のおさい銭ポーンって投げてねたった10円でねあ神さん願い叶えてくださいってね神社に行ってやって叶うんですかってことなんです。もし神様がいるならそれは自分の脳の中でそれが常識で当たり前だと思う。 同じことをやれと言われてそれが無理な理由がバン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 ね頭の中に浮かんでくるあなたの脳みそとそれができるとしたらこういうふうにできるんだろうっていうふうに自分の頭の中でそれを考えてしまう何かを聞かれればそれをできるとしたら難しいけれどもできるとしたらこういうやり方だと自分の頭の中でそれが組み立ってそれしか考えられない人の脳みそとそれを聞いたらいやそれができない理由はこれとこれとこれで次から次へとできない理由が 頭の中に浮かんでくる人どっちがそれができる可能性達成できる可能性が高いですかそりゃそうですよね毎日できない理由を考えている人と毎日できるとしたらこうだって思ってそれを思ってるってことは似たような状況になった時にそこの脳の中のそこにまたその,あので電気の回路が流れるってことですからねその脳の回路にその電気が流れるってことですからそういう状況になったらそれを思い浮かべる癖がついている人間それを一言で言うと 運を引き寄せる考え方ってことなんです。運とは何ですかそうです。あなたが望んだ未来です。あなたが望んだ未来を引き寄せる脳みそになっているのか、引き寄せない脳みそになっているのか。一言で言えば、それ何を聞いても無理だと思う人、これはあなたの望んだ世界がやってきますか来ませんよね。何があってもこれをやれるとしたらこうだと思って、その回路が強化されている人、断ることに、あ、あれはこう。 以前考えたこれだと思いついて、じゃあちょっとやってみようとか、じゃああの人できそうだから声をかけてみようとか、友達になってみようとか、いろんなところに運が転がっているんです。もっと正確に言います。今日一日すれ違った人の中で、今日一日すれ違った人の中で、あなたは1億円を稼ぐチャンスを3回くらい見逃しているかもしれません。 だって誰とあのね今日付き合って、えー、そこで何か縁が生まれて、えー、その先1億円儲けるような大きな話が来て、澤さん、あなたじゃないとできないんですっていう話になっ,なってないとは言えないですよね。もうなったとも言えないかもしれないですけど、それをに気づく自分なのか気づかないで、そんなことをなかったとも思う自分のまま生きていくのか、これによって毎日毎日の自分の人生の成長速度が恐ろしいくらいに変わってくるんです。そうですだから私は 国家公務員を退職してたった3年でこんな風になってしまったわけです。なぜならば毎日夢を叶え続けているから。そしてこうも言っています。毎日自分史上最高の一日を過ごしてるんです。ありがとうございます。見に来ていただいてね。ありがとうございます。ね、この話どうですかね。普段はね、もっといろんな質問をするんですけど、今日はね、この強く願いへと言われてあなたは一体どう思いますかと、もうこの答えの時点で、 あなたの運を引き寄せられる考え方なのか、あなたの人生があなたの思い通りになりやすい考え方を持っているのか、持っていないのかが分かります。なぜならば、ね、多くのまあナポレオンヒルをはじめとしたさまざまな自己啓発、さまざまなその成功を達成した人の考え方をまとめた本、大体書いてありますね。 思ったことが現実になる。思考は現実化する。思っただけで現実化するかよ、バーカバーカって言ってる人が叶いますかって話なんです。まずは思う。思うことによって何が起こりますか。そうです。脳の中のそこの回路に電気が流れるようになるんですね。そこに回路が、その回路に電気が流れるようになる人は、そこの回路が強化されます。 そうなんです人間の脳っていうのはそこに電気を流せば流すほどそこの回路が太くなっていってそういう考え方を次からもする確率が高まるも,しもっと言えば同じような状況になった時にそこに電気が次も流れるような回路を作るっていうのがそれを思うということなんですね。 で思うってことはそこに電気が流れたのでその,その言葉に対応した、えー、思考回路がその順番で発火するような脳みそになっていくってことなんですそこの回路がより太くなる強化されるってことなんです思考が現実化するんですね思考が現実化するんじゃないんですよ思考が現実してそれをその行動をやらない自分が気持ち悪くなるので知らず知らずにその自分がそういう行動を取る確率が高まってって行動をするから 現実化するなぜならば現実というのは一体何ですかね我々がこの世って言ってるここに何かが反映されるってことです、ね、何かが反映されるっていうのは頭の中の電気から 電気がビリビリビリってきて、我々の,この筋肉に電気が伝達されるということなんです。その筋肉に伝達されているから、私のベロが今動いているんですよね。私のベロが動くから、このような言葉が発生させられて、周りの人に影響を与えたり、ああ、そうだなと思ったり、何々さんこれやってって言ったら、そのやってくれる人が出てきて、自分の思いが頭の中に浮かんだものが、この世の中に反映されていく。そして、この願う夢が大きければ大きくほど、大変であれば大変であるほど、 より多くの人を動かさなきゃいけないかもしれないですし、より多くのお金が必要かもしれない、お金っていうのはこのような交換のルートであの、レートなわけですから、より多くのお金が必要、つまり、えー、ちょっとコーヒー買ってきてっていうのと、目の前に、えー、100階建てのビルを建ててっていうのでは、全くそのこのように及ぼす影響の度合いが違うわけですね。で100階建てのビルを建ててって言ったら、建つんですか立つんでですすそそれに見合うう行動を支払えばそうですよね だからそれに見合う行動は1000億円用意してそこに立ててくださいっていうことかもしれないし1000億円用意しなくても誰かいろんなそういう立てたいなって言ってる人。 人たちを集めて、えー、こういう風になったらいいと思います、私と一緒に建てましょうって言って、私は一円もお金出さないけどですけど、あなたが出すんですとか言って、ね、そういう口上手に喋りまくって、自分の熱意を使って、これを建てるとあなたにはこういうメリットがありますって言いまくって、そうやって建ててる人いますよね。つまり、この世に及ぼす影響が多いほど、払うべき行動が多くなるだけであって、その行動を支払った瞬間に必ず実現するんです。なぜならば、この世はレストランだ。 そうですお店に行ったら、レストランに入ったらどうですかまず注文ねしますよね。牛丼屋に入ったら、ね、目に見て、あ、ここ牛丼屋なのかと、牛丼を注文するわけです。牛丼ね、たまにいますね、座ってるだけであの注文しない人、そしたらその人は牛丼は出てきますか出てきません。こののはレストランなので いつこのレストランに入ったんですかあなたが生まれた瞬間です。あなたが生まれた瞬間にこの世というレストランに放り込まれたんです。人間はね、非等的存在っていうふうに言われてるんですけど、非等的っていうのはどういうことかっていうと、非っていうのは、まあ、非教育者とか、被告人とかの非ってあの、される方っていう意味ですね。等っていうのを投げる。つまり、人間というのは非等的存在、この世の中に投げ込まれた存在だというふうに言われてるんですね。 投げ込まれていけない、おきゃーって言って生まれてきたわけです。オきゃーって言われて投げ込まれて、あとはジェットコースターでガチャーンってね、ジェットコースター、ここ、あの安全ベルトかなんか閉められたら動けますか動けませんよね。動けない、まあ、ビピーピーとか言ってガ,ガタン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 って勝手に上の方に運ばれて、ああ、これもうどうしようもないんだなって、ただそれが終わるのを待つんです。ね、途中で、うわここ一番高いところやとかって言って、でそのままグー ーってこうあの導かれの地面まで落ちててうわーなんて言う時もあるし言わない時もあるし気持ちいいっていう時もあるし気持ち悪いっていう時もあるしもう一度ジェットコースターに乗ったらそれがもう人生そのジェットコースターがずっと続いていくわけですよ。ねあのー、よくあのお産なんかもね同じように表現されますけどうわー来るやだ痛い痛いとかって言いながらもその陣痛の中でそれがただただ時間が過ぎていって、えー、終わるまで待つしかないわけですね。 もうつまりこの世の中は人間は人湯的存在まあ投げ神によって投げ込まれたねその存在でそのただ時間を過ごしていくただそこにねじゃあ自分の選択がないのかっていうとあるわけです。 自分の選択は、それはすなわち、今自分がどこにいようかっていうふうに決めるわけです。なぜならば、今これを聞いてる人は、ここにいるから、この声が聞こえてくるわけですね。だから、ここに、この声が聞こえてくるから、ああ、なるほど、なんかそんな感じもするなとか、これからどんな話が始まるのかなということを感じるわけです。そうです。日本語が理解できてる人がここにに座っていたらそういう,ふうに なるわけですねでもじゃあこれがテレビの前だったらどうですかそうですテレビ CM が始まってコカ・コーラの CM が始まってなんかコカ・コーラ飲みてえなーとかって言いながらあのコカ・コーラ飲みたくなるっていうだけなんですねつまり今自分がどこにいるかによってだってあなたの経験そうですねその中学校に行ったからその経験あるんですよねその小学校に行ったからその高校に行ったからあの人にあの好きだなって思って告白したら振られたとかその経験があるわけですよねそうなんですあなたが選べるのは 投げ込まれた存在なんですから、あなたはどこにいるのかくらいしか実は選べてないんです。実はそれすらも選べてないっていう理論もあるんですけど、そこまで言うとね、自分が何も選んでないってことになっちゃうので、あ,のあなたはが選べるのは、今、あなたがどこにいるのかっていうの、それが大切です。なぜならば、あなたの価値観は、あなたの価値観ではありません。えー、何言ってんですかと。あなたの、文字を言います。あなたの価値観は、あなた、あなたの価値観ではありません。これどういうことかっていうね。 あなたの価値観、正確に言いますよ。あなたの価値観は、あなたの周りの友達100人、まあ友達じゃなくてもいいですけど、周りにいる100人、お父さんとかお母さんね、それの平均値です。はっきり言います。じゃあ、あなたね、不動産持ってますか、まあ、持ってても持ってなくてもいいんですけど、もしあなたの周りに100人友達がいて、100人、100人、全員、あなたの,、えー、その友達が不動産を持っていたら、でも自分持ってなかったら、 誰に聞いてもね、不動産持ってるの当たり前だよね、え不動産持ってるの当たり前だよね、あれ、持ってないの俺だけ、ね、だんだんその自分の中の価値観が不動産って持ってるもんだよねっていう風になっていって、その話を聞きながら、あじゃあちょっと買え,買えそうだから買っちゃおうかなみたいになるわけです。でも逆にどうですかあなたの周りに100人友達100人が全員不動産持ってなかったら、そしたら、え不動産持ってるの、いや持ってない、あんなの持ってるのはねあの、悪いことしたやつだけなんだよとかね、先祖代々の土地があるやつだけなんだよとか言って、ね、あやっぱりそうだよねってなるわけです。 そうなんですあなたが思ってるのはあなたの周りにいる人たち、まあ、学校の先生とかもそうですよ学校の先生がそう言ってたとかねお母さんがこう言ってたとかそれの平均値、ね、もちろん一番大きく影響を受けたのは母親でしょうし父親でしょうしねそ自分の長く時間を重ねた人が一番影響を受けてるでしょうその平均値です残念ながらあなたの価値観じゃないんですということはどういうですか もしあなたが今いる友達を全員捨てて、全員不動産が持っているようなコミュニティに飛び込んで、1年間そこにいて、その人たちとしか会話をしなかったとしたらどうなっていますかそうです、あなたの価値観は全く変わっています。 そしておそらく不動産をやっている方っていうのは、まあ分からないですけどね、あの半分くらいはファイナンシャルフリー、経済的自由に達成している人たちが多いと思いますので、そういう人たちの価値観がどん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 入っていって、あれ、今まで私これが普通だと思ってたんだけど、え、普通じゃないんだっていうところに1年、まあ1年もかからないですね、はっきり言って。はっきり言って、そういう人たちだけと2週間話してたら全く変わります。この世の中のその世中お金の意味とか あなたの時間何何使ってんですかとかとと面白いもういやいやそんなね場所がないんです会ったことないんですってそれはあなたが選んだ通りにあなたの価値観で今いるところをあなたが居心地のいいところに決めてるかなんです。 じゃあ試しに、そういう不動産のコミュニティによっしゃ澤さんがそう言ったんだってね今からバーってこうなんかネットで検索したりして弟子入れさせてくださいとか言って送ってみてください、じゃあいいですよと今度このサロンに遊びに来てくださいとか言ってねあのそ,れそこのに行ったら、ね、価値観、それは変わりますよ。そしてそ,そういう時に全く違う価値観を持った人と話す時には、まあ、ルールがあるんですけどね自分のこと正しいと思ってたら相手の言ってることが全く聞こえてきませんからねだってそうですよね。 人間の脳はこうなってるんです。自分が正しいと思っていることじゃないことを聞いたら反論したくなるし、ムカつくし、ね、上から目線になるわけですよ。いや、あなたそんなこと言ってるけど実はこうですよね。そんなこと言ってる人にね、あの自分が学びたい価値観をこうインストールしてもらえますかとも,うもらえるというか自分がそういう聞く気になってないことははっきり言って全部聞いてもそのままいや違う、いや違う、いや違う、それは違う。 ああ私の常識では関係ない私の人生には関係ないって思って全部捨ててますからねそうですあの勉強が嫌いな人は先生の言ってること全部捨ててるんですよ自分の興味のあること以外関係ないだからまずは興味を持ってそれを松下幸之助先生は何と表現していたか素直素直というのは一体何か自分の価値観は一旦たんさてを置きああのその相手の言ってることを聞くこれね正確な素直じゃないんですけどまあこう,こういう理解です じゃあ正確な素直を言います正確な素直は直であなたに触れる状態。あなたっていうのは素のあなた。つまり普通の人っていうのは、ね、みんな鎧を着たり、ね、あのこう言われたら困るわ、よしじゃあ防御しようっ,つってこう、ね、理論武装したり、いろんな鎧をまとって、ね、直のあなたに触れない、うわ触れんっていうの触ろうと思っても、ね、他の人が触れないわけです。つまりそれはあなたが張ってるバリアであり、 何だっけ、エヴァンゲルンで言うとこの AT フィールドです。AT フィールドっていうのは、あの、アブソルト・テラーフィールドっていうんですけれども、アブソルト・テラーフィールド、まあ直訳すると絶対不可侵領域みたいなね、もう完全恐怖領域みたいな感じです。それはつまり自分の安全領域の外側のこと、AT フィールド、その境界のこと、AT フィールドって言うって私はね、あの、解釈してるんですけど、ちょっとね、マニアックになったんで、この話はやめます。あの要はあの自分が 正しいと思っているとこ,ことじゃないことを聞いたとき、人間の状態は下がるんですね。嫌だなっていう気持ちになるわけです。例えば、もうこれ簡単ですよね。あなたはね、ま、ちょっと万が一ね、オウム真理教の信者だったらごめんなさいね。ねもしね、あなたはオウム真理教の信者じゃなかったとしますよね。まあ、信者でもいいんですけれどもあのす、すいません、あなたね、いい宗教があるんです。オウム真理教に入りませんかって言われたときに、どう思いますかうわ、寒いって思いますよね。それはなんでかっていうと、 それはいけないものだっていう信念を自分が持ってるからなんですね。そんなところにやったらもう押しめようと、私の人生を惜しめようっていう記憶があるからです。だからこういうものが近いとき、うわ、気持ち悪いって思うのは、自分が思ってる信念じゃないことが近いをその、そういうこの世を感じたからですね。それと同じように、多くの人がこれは正しいと思ってる信念が例えばあります。それは時間に遅れてはいけないとかね、人に迷惑をかけちゃいけないっていう信念を持ってますよね。 という信念をもうほとんど多くの人が持ってるんですよ。ちなみに私は持ってません。<laughs> だ,あのだから遅れていったりあの迷惑、迷惑かけてもね、ああ,のあ,あそう、そうなんだ、この人にとっては迷惑だったんだって、ね、思うわけですあの。迷惑かけちゃいけないっていうのは持ってないんですね。なんでかっていうと、迷惑っていうのは最後まで分かんないからですちょっと分かりやすい話しましょうか。ね、麻薬中毒患者がいました。おいお前 麻薬絶対やめろもう俺がね、もう腐ってらいでお前が麻薬できないようにしてやるからもうやめてくれって言ったとします。そしたらこの人はどうですかおい、さワ、お前迷惑だよ。俺は役をやりてんだと。役をやりてんの止めんなよと。これ迷惑ですよね。でも、社会的な正義で言えば正、正義を振り返して私はね、やめろって言ってるわけじゃないんです。私がいいと思ってるものを与えた結果、相手が迷惑だっていうことがあるわけですね。だから迷惑かどうかは、その時もわからないし、 ね、ましてや、ね、本当に私が迷惑をかけたとします。ね、あのやらなくてもいいこと、いやそ,その会にはぜ絶対行かないでくれってね、いや俺は行きたいんだ、いや行かないでくれ、うん、お前迷惑だと。でも結果的にその方が、あいや、そ野の言った通りあ、あの会に行かなくて本当助かったよってね、いつの日か夕日が来るかもしれない。つまり、何をやってもそれがその時点で迷惑かどうかっていうのは、相手の価値観で、今現在の相手の価値観でそれを迷惑って言ってるだけであって、 本当に迷惑かどうかは死ぬまでわかんないし、死んだ後に澤が言ってくれたからこいつは幸せだったって言われるかもしれないし、わ、ね、かんないです、つまり迷惑をかけてはいけないという信念自体が実はかなり行動を制限して相手にいいものを渡せない、えー、その可能性を高めている場合があるわけですね。どううでですすすかかこのの話面白いいあありがとうございますあのー まあ、そうやってねあの、どん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 突き詰めていくと、迷惑をかけちゃいけないという信念を持つよりも、自分がいいと思うものを相手にお渡しする、そしてお渡しした結果、相手がもうさ、あとは付き合わねえって言うんだったら、その相手はそれ,それであの付き合わないところに行ってあ、あんまりお目にかからなくなるわけですねでそれ。それが今は僕は一番いいというふうな信念になってるわけです。 つまり、自分が持つ信念が迷惑をかけてはいけないという信念なのか、自分がいいと思うものを相手に渡す、いや、私ね、実際ね、あのこれはこの人に渡してどうかなと思うような、ちょっとね、あのその人だと受け取りきれないような大きないいものを渡したら、大きないいものはいいものでも、受け取れない人は本当、迷惑ですからね、それはもう私も分かってるんですよ、分かってるんだけど、受け取れるかもしれないと思って渡すわけです。 澤にこんなの誘われて嫌だなって言ってそのまま離れていく人もいますしいやあの時は嫌だと思ったけど本当に誘ってくれてありがとうっていうこともありますしねだからそれは分からないわけですだから私がいいと思うものを渡す以外にこの世の中っていうのは判定できないんですこれはもう事実ですあの何が良くて悪いのかっていうのはねあの 私あの、よく出す問題があるんですけれども、はい、こじきの A さんがいます。で、社長の B さんがいます。大儲けしてます。はい、あなたどっちかになれるとしたら、どっちになりたいですかっていう問題を出すわけです。そしたら、大抵の方はですね、もう考えるまでもなく、いや、社長の B さんになりたいですって言うんです。そしたら、私はね、こう言います。はい、残念でした。 え何が残念なんですか残念ながらその、ね、その社長だった B さんはそこで大損、えー、をして、その放射金を抱えた上にえに、ー、残りの人生、ずっと乞食として暮らしましたと、まあ、別に乞食として暮らすのは悪いってことじゃないんですよであのそ,それも、ね、あの人生、自分が楽しいと思う領域があるので、そこと合致していれば、別にそれもいいんです。もう私も、ね、はっきり言って、乞、ま、食、あ、みたいなもんとは言わないですけれども、まあ、似たような、ね、あの生活してますんで。 それも、ね、楽しいんですよ。あの <laughs> あのまあ、でその工事期だった A さんは。 その、ね、次の日からもうなんかすごい人に認められて人格者で、えー、その才能が開花してそれから一生、えー、大金持ちとしてねあの多くの人に幸せを与えて暮らしましたとさっていう話するとそんなの分かるわけないじゃんなんでいきなりね俺が B って答えてた瞬間にそんなストーリー作ってね A の方が良かったみたいな話してんだっていうふうに多くの方は語るんですけどじゃあ聞きますよあなたその人がそうならないっていうの分かってたんですか分かるんですか逆にこれからね わかんないでしょわかんないんです。つまり今のこの時点だけを見て判断することはできないってことなんです。これが人間万事採用が馬ってことですよね。人間万事は中国の故事ですけれども。まあ、だからあのー 採用採っていうところにいたあの大きなのおじいちゃんがねあの馬が逃げたこれは果たして悪いことかみたいなねああ逃げた馬が逃げたもうどうしようもねもう死ぬしかないとかって言ってたらその馬が帰ってきてえっとなんかメスの馬を連れてきてやったこれで子供が生まれるとかねあの2匹になったとか言って、ね、あの寂しがってたあの馬もあのー 相方がでできて喜喜んでるとか言って喜ぶわけですそしたらそ、果たしてそれはいいことかなとかって言ってね、あの今度またその馬が来たことによって災いが起こるっていうね、もうこれが延々と繰り返されてっていうんです。あのー、まあ息子がその馬に乗って落馬し,してね、精、あ、子、のー、をさまよって、まあ、大変だみたいな、大変だそれを果たして悪いことかなとか言ってあの、そしたらそのおかげで戦争に行かなくて済んだだとか、ね、それで、わよかった、戦争に行かなくて済んだとか言ったらさ、果たしてそれはいいことかなとか、これ延々と続くわけです。 だから、人生の一時だけを見て、それが良かったってことは言えないわけです。そうですよ、ね、だってね、あなただってそうでしょ、うわ、あれは最悪の経験だと、一っとき思ってた、それが実は自分の人生の転機になったことってありませんか、ね、結構ね、人生の転機ってそういうところから来るんですよ。 ね、私だってそうです、あの自衛隊辞めるという決断をした時には、ね、これはもう人生最大のね山場だ、でもね、他人の人から見たら、歯を辞めたんだ、へえーくらいの、あれですよ、ね、よく言われるのは、あの隣町で100人死ぬのと、自分の顔におできができたのが同じくらいの、ね、注目だっていう話があって、ね、何人死ぬほうが、ね、関係ないんです、多くの人にとって、それよりも、ね、自分の顔ここに、ね、なんかちょっと見えるおできができたなとそっちのほうがずっと気になるわけです、人間なんてそんなもんなんです。ね あのだから自分の人生で、うわ、あの子に振られた子もうこれ終わった、俺の人生終わった、恥ずかしい、恥ずい、恥ずいとか言ってても、他の人はね、合格したんだ、失敗したんだ、まああるよねみたいな、そんな感じなんでね、自分の中の究極の人生のイベントですら、人に話してもね、うーんなんて言う、だからどうしたのくらっんだったら、そうすればいいじゃん、そんな問題じゃねえんだよってね、こっちは言いたくなるようなそれは、それはあなたの人生、私の人生のメインイベントだからですよね、でも大したことないんです。 なぜならばあの、私の大好きな坂本龍馬はね、こういうことを言ってて、これはね、いい言葉ですよ。10年前、私が悩んでいたことは、今思えば大したことなかったことぜよと。それはそうですね。だって、あなたも10年前、なんか悩んでましたよね。なその悩みってなんか今覚えてますかもっと言えば、小学校の頃になりたかったものとか、どうでもいいですよね。ね、仮面ラライダーになりたいとかって私も言ってましたけど、もう今は思ってないですよね。<laughs> で、その10年前の悩み、今思ったら大したことないですよね。も、ま、う、あ、あ、そんなこと悩んでたな、うん、頑張ってたね、みたいな。ということは、ということは、今悩んでることも大したことない悩みぜよっていうね、言葉があって、いや、まさしくその通りだなと。だから今悩んでることも、実はあの10年後には大したことないので、悩まなくていいよっていう、まあ、そういうことなんですけれども、要はね、 ちょっと強く願いっていうのからね、採用が間に合ってあの、どんどん話は変わりましたけれども、あのー、最終的には、あなたの頭の中で思ったことがすべてです。いやいや、この世の中がすべてでしょう。今ね、まあいいや、この話は、この話はまあ置いときますけどそのこ、今日ね、この問題で言いたかったのは、はい、まとめますよ。<laughs> 強く思いと言われてあなたはどう思いますかなんだよ、この精神論みたいな。 これを一人だけ真面目に書き込んでいて、自分の社税にして成功したその経営者が稲森さんだったわけですね。この稲森さんはみんながずコーって笑ってた時に、これを雷に打たれたというふうに後で聞いたらあの言われたそうです。これね、実はそのインタビュー本当にそのした人がいるんですよ。 でその方から私は直接教えてもらったんですけどね、稲森さん、なんであの時みんなが、ね、笑ってた時に一人だけ真面目な顔して一生懸命ノートを取ってたんですかいや、私はあれこそが松下幸之助が、ね、あれだけ考えて、長いこと考えて伝えたその一言、強く願えと。強く願うところから始まると。強く願えば叶うわけではないけれども、強く願わなければ叶わない。その通りだな。それを謝罪にして大成功したのが京セラですね。 という話がしたたかったわけですあなるほど自分はこの話を聞いて自分の人生にどう役立てようかな。実はね、これね、ものを覚える最高の方法っていうのがあって、それは自分ごと学習法っていうんですけど。 全て自分のことだと思って聞かななきゃいけないけですねだから野口英世の,の話をしてたら自分が野口英世で本当に手が焼けてこう、ね、あの左手がもう開かなくなってしまった右、まあ、手だったかもしれませんけれどもあのそういう気持ちになってそれを体験するんです聞くんですつまり自分事と,としてその人の人生を味わうんですだから僕は今この話を聞いた時にあの松下幸之助さんが言う気持ちになってこの話を聞きましたしあの稲森さんが あのその話を聞いて、なるほどって、雷、いかに打たれて、それをメモってたっていう気になって聞いてます。で、これを聞いて、じゃあ、今から、ね明日からじゃないですよ、今から自分の人生にこれをどう生かすのかっていう視点で、あのこれを聞かないと、まあ、これ忘れちゃうけど、はあ、えー、話聞いたなってね、これが自分ごと学習法です。だからノートには、聞いたこと書かなくていいんですそれを聞いて、自分が何をするのかだけを書いてください。 ね、これあの私の動画の中でも、ね、散々語ってますけれどもあの、もしその動画を見たい方は、あの沢重みって検索していただいて、えっと、これ、ひらがなで、ね、出てきます、沢重みってあの。そうするとあの、ページがいっぱい出てきますので、私のページのどこかにその、オニマムシオープンチャットっていうのがありますので、そこに登録していただくと、その動画がありますので、ね、これあの、有料動画なんですけど、あ,のありますん、ね、で、ぜひ見てみてください。ということで、じゃ次行きましょう。 前回はね、人生ギザギザの話をしました。なぜあなたがなりたいと願っている自分になれていないのかという本質的なお話をさせていただきましたが、まあ、簡単に言うとですね、10年前に10年後になっていたい自分っていうのがいたはずです。まあ、今もいると思いますけどね、今から10年後。じゃあ、その自分に10年後である、つまり今日ですよね、ね10年前から10年後ということは今日ですよね。その今 そのなりたい自分になっていますかっていう話があったわけです。で、多くの方が、なってますもうなってます、イエーイっていう人もたまにはいるんでしょうけど、ほとんどの方がね、いやいや、やっぱね、慣れてないなって、なんでですかって聞くとね、いや、運がなかったなとか、いろんな、ね、ことを言うんですけれどもあの、努力が足りなかったなとか言うんですけれども、じゃあ逆に質問しますよと。あなたは10年前から今日までたったの一度でも、わざと悪い方を選択したことがありますかと。 ね、人生いろんな選択肢が出てきますよね。今日スムーズにしようかなとかねあの、もう少し寝ようかな、起きようかな、テレビ見ようかな、えー、コーラ飲もうかなとかね、いろんな選択肢が毎日1秒1秒やってくるわけです。この1秒1秒の選択をわざとなりたい自分になれないような選択をしたんでしょうか。例えば眠いっていうから寝て、早く寝ようっていうのを選択したと思います。ね、それは別に悪いことじゃないです。なぜならば、その時の自分が寝た方がいいって判断したんですよね。その時の時自分が あ今日はやりたいけど、まあ今日じゃなくてもいいか、そうだ、今日は寝た方が生産性が上がるとかいろんな理由があって、ね、寝るにしろ鼻くそほじくるにしても,もう自分が行動したわけです。んそれをわざと悪い方を選んだんですか違います。あなたがあなたの価値観で一番いい選択肢を選んだんです。という話をさせていただきました。その結果、今の自分になった。 もう一度まとめますとあなたはその時その時現れてきた選択肢を見比べてその時で疲れてるとか眠たいとかいろんな条件も含めた上で一番いいものを選択し続けてきたはずなのに慣れたい自分に慣れてないのは何ですかという話ですこの答えねあの詳しくは前回の動画があのいつかそのどっかアップされてると思いますのでそちらを見ていただくとしてもう一言で言うとなりたい自分を達成している 発生した未来のの自分の価値観で行動を取っていないなつまり、今の自分のそれに慣れていない自分の価値観で物事をこっちがいい、こっちが悪いって判断してるから、なりたい自分に慣れてないっていう話をしたんですね。これ、その通りです。だって、一番いいって誰にとっての一番いいんですかそうです。今のあなたにとって一番いい選択肢を選んだんですね。それじゃなれないです。じゃあ、どうやったらなれるのかあなたの今なりたい。 それをすでに達成した、なりたい自分を達成した、例えばあの不動産で100頭持っていて、ね、あの年収何億っていう自分をになると決めたら、その人の、それを達成している、それが5年後なのか10年後なのか、10年後にそれを達成しているその人の価値観、その人にまず名前を付けてください。それは、まあ、例えば沢茂みでしたら、その人に茂茂みという名前を付けるわけですね。 今の自分の価値観で選択をしていて、そのしげしげみになれますかなれません。なぜならば価値観が違うからです。価値観っていうのは何ですかそうです。その人の周りにいる100人の価値観の,線の平均値です。だってそれを達成してるんですから、そういうお友達とか、もうすでに、ね、上流階級の人とかとも一緒につながってたり、新たなビジネスモデルとかいろんなのを知ってる、そういう価値観ですよね。どういうことに喜びを感じてるんですか今の自分と違うはずですよね。じゃあ、 その人の価値観で今から生きて、その人の価値観で選択をしていかない限り、その人になれませんという話をしたんです。まあ、詳しくは、ね、そっちの回を見てください。ということで、今日はその中身について、ねえー、説明していきたいと思いますけれども、はい、なりたい方法になる自分はということで、ね、なりたい方法になる、えー、方法は、もう一言で言います。この世はレストランなんです。ただし、普通のレストランは入ったら注文してお金を払う。 ね、あのあ料金先払いと後払いのところがありますけれども、まあ、後払いでもいいですけれども、ね注文すると料理が出てきて、まあ対価であるお金を払うと、それは手に入るわけですね。そうです。そしてこの世、この世我々が住んでいるこの世も、このレストランと全く同じなんです。つまり注文したものが必ず出てきます。必ず出てきます。ただ払うものはお金じゃありません。そうです。行動なんです。行動が脳から、えー、筋肉に電気を流すことだと言いましたね。 脳から筋肉に電気を流すと手が動いてコップが動いたりベロが動いて言葉が出てきたり自分のこう顔が動いて視界がずれたりするわけです。これが行動です。これを繰り返していくことによってそして適切な行動を取ることによってつまり行動をこれ後払いじゃないです必ず先払いです先払いの行動が完了した瞬間につまり自分が注文したものと にに相当すする行動を仕上がった瞬間に必ずそれが出てきますもう一度言います。自分がその意に見合う行動をしあらったら必ずこの世というレストランはその願ったものが出てきます。注文したものが出てきます。でもね、たまに注文してない人がいるので座ってぼーっとしてね、出てこないかなって、あなた注文してないでしょと。ね、<laughs> つまり、まああの、注文を明確にしなきゃいけないわけです。それを言語化する。つまり、成果を支配しているものは一体何ですかそれは行動なんです。 行動先払いで必ず願ったものが出てきますで行動してそれに対する、ね、全然関係ない行動してたらダメですよ。それが手に入る行動をするんです。し続けるんです。で、大きなものを願えば願うほどこの世に対する変更が大きいわけですから、大量の行動をしやらないといけませんね。それが生きてる間に終わる保証はありません。ただうまくくやれば多くの人を 例えば言葉を使うとか、ットを使うとかね、多くの人をその行動を喚起させて、例えばあのこれが欲しい、だから100億円稼ぐ、100億円稼ぐのはこうするっていう、あ100億円稼げました、はい、このビルが立ちますみたいなね、そういう行動を取っていく、行動先払い、そしてその行動っていうのは一つ一つどういう作用をこの世に及ぼすのかっていうのは決まってますよね。それを 組み立てて全部払うと必ず出てきます。もし出てこなかったらそれは行動が足りなかったってことです。もしかやってない、ね。頭の中で思ってるだけは行動じゃないですよ。このように何かを及ぼすために筋肉にし電気信号を流すってことです。で、何が正しい、どの行動を取ったらいいのかっていうのは分からないので、大量の失敗をする必要があるわけですね。じゃエジソンはね、まあ諸説ありますけど、2000回。 あのフィラメントの電球を発明する実はね、あのもう電球っていうのは別の方が発明してたんですけど、それを商業化するに至るのに、まあ、2000回くらい試したっていうことですね。だから、電気に、あの鉄に電気を流してみたら全然光らないとかね、であのレンガに流しても電気が通らないとかね。 で、それでちょうどよく電気があの抵抗がまあまあのものじゃないと光が出てこない。でもまあまあのものっていうのはすぐ燃え尽きてしまうので最後、竹のフィラメントを真空の中で燃やすっていうのをやるまでそれが大体2000回くらいたどり着いたわけですよ。そして竹のフィラメントに一定の電気を流すと結構長い間光ってるということが分かったわけです。ね。そして竹は安価だからじゃあここね、大切です。ここから大切ですよ。その 2000回失敗したのは失敗なんですかっていう問題があるそうです正解にたどり着くための段階的成功ですよねつまり階段を上り続けてるわけですこの階段を一個一個上り続けて疲れたななんか成果出ねえなって言ってでもちゃんと上ってるんですよただ何段目で成果が出てくるかは分かりませんただその行動は支払いました行動を支払ったから成功が出てくるそしてこの世のレストランにはもう一つ特徴があります そのもう一つの特徴とは、実はね、このようなレストランはすべて1つ残らず、全部のメニューがセット販売なんですね。そうなんです、セット販売なんです。どういうことか、成功を望んだら必ずついてくるんです、あるものが。ね、マックに行ったら、俺、ハンバーガー頼んだんだよって言っても、ポテトがついてくるんです。なぜなら、ポテト単体で売ってないからね、全部セットだから。 俺ポテト食べたくないんだよじゃないんです。ポテトの方が美味しいかもしれないですね。まあ、それはいいや。あの <laughs> えっとセット販売なので、成功を望んだら必ず失敗がついてきます。ということは、失敗が出てきたらどう思うんですかそうです。やったー神様私が注文したものがもう出てきたんですねと。だってセット販売なんだで、そのね最初から、あ,あ,あれですよ、フルコースと同じで、最初から肉が食いてんだって言っても、最初はスープから出てくるわけです。 ね、スープ食いたくねえ、ね、んだじゃないんです、もうセット販売ですから。じゃあ、あなた、チャンスを望んだら何が出てきますかチャンスを望んだら、そうです、チャンスを望めば必ずリスクが来るんです。そうですよね。リスクが来るんです。リスクが、うわ、俺の欲しいのチャンスだってリスクじゃねえんだ、ポイってやった瞬間にチャンスもどっか行くんです、なぜならセット販売で。成功を望めば失敗が来るし、えー、目標達成を望めば何がやってきますかそうです。障害がやってきます。 障害が来てなかったら、あなたは目標達成に向かってますか向かってません。ね。<laughs> だって、目標達成って、ちょっと大変だなっていうことなんですよ。ちょっと大変だなって、なんで大変なのかって、もう障害があるのが分かってたんですね。これ、ということはね、あの多くの人が、うわ、障害が来た、俺の望んだものが来たん、来てねえよ、じゃねえんだよ、と。その、障害が来たら、こう言わなきゃいけない。やった、神様、私が注文したものがもう出てきたんですね、と。だって、セット販売なんだから。 だから喜ぶ、そしてそれをクリアして、何個クリアしたらでねあの、願ったものが出てくるのかわからないけど、クリアすればするほど近づいてるといえますか、そうなんです。あなたの経験値はたまり、あなたの、えー、次から同じことやろうとしたら、その障害はないかもしれないし、ね、自分の経験値とその人脈とかいろんなものが広がっていって、結果的にその成果、望んだ世界が近づいていってるわけですそうです。 あなたは払うべき行動を払っていったということなんですね。だからどんどん失敗してください。最も悪いのは失敗を恐れる教育です。ね、失敗しないでね、なんとかちゃんとか言ってね、か,かわがって、ね、育てられた子どもどうなりますかね、かわいそうですよね。どんどん。うちの子どもはね、もうあの、成功しろなんて言いますね。失敗しろって言います。なぜならば失敗して、恐れて、怪我して、ね、ただ、ただ一つだけねしちゃ、やっちゃいけない失敗があって、それは一撃で死んでしまう失敗ですね。 例えば、試しにね、あの車にひかれてみようとか言ったら、もう次がないわけですよ <laughs> あの。ちょっとね、失敗しろっていう親父が言ってるから、ちょっと試しにひかれて、ボーンって言ってね、もうそのま、ま死んじゃう、もう次がないわけですね。だから一撃で死んじゃう、例えば不動産でも、もういきなりもう訳も分からず、ね、1億円の借金をしても、どうしようもないクソ物件を最初の1億円で掴んだら大変ですよ。 だからそういうのはね、あの勉強してください。まあ、1億円でもあの別にどうってことねえや、吹っ飛んだっていいやっていう人は、もうどんどん1億円のね、あのチャレンジをしてください。ただ、そのね、大体の人は1億円の負債を抱えて、それがもう本当、もうどうしようもなくなっちゃったら、あの一撃でその社会的な死を意味するんで、そういう時はね、あの自分のリスク。だからユダヤにはね、こういうことわざがあります。 投資の原則っていうんですけど、どういう投資すればいいんですかって、これね、投資の中身なんてね、それはプロにお任せするって回答が返ってくるんですけれども、あの分かんないわけですよ。じゃあどう、どの投資に投資するんですかって聞いたときに、こういう答えが返ってきます。自分が負えるリスクだったら投資する。負えないリスク、まあ、つまり一撃で死んでしまうってことですよね。うん、だったらやらないっていう、そういう原則があるんです。まあ、まあ、いいやそれはあのー つまり、一撃で死ぬこと以外は何でもね、あのー、死ぬこと以外かカスリキズなんてね有名な言葉もありますけど、全部自分の血,血肉になり小屋しになります。だから私もういっぱい溶かしてます。<laughs> いっぱい溶かして、まあ、例えば仮想通貨系はやらないとかね、なんかいろんなあのー、やらないじゃないですか。あのもうこういうパターンの仮想通貨系はやらないとかね、そういうのは自分で血肉になっていたわけですね。はい。まあ ここで言いたいのは行動をしてください。なぜならば、この世は行動というお金,お金じゃないんですね。我々の入っているレストランはお金かもしれないですけど、この世というレストランは行動者だったら必ず注文したものが出てくるんです。で、多くの人が、えーっとね、あの1円しかないんだけどあの、この100万円のメニューくださいって言ってるような状態なんですね。だったら その1円の行動を、ね、100万回やって、100万円に相当する行動が整ったときにもう、ね、払い終わったときにそれが出てくるっていう、ただそれだけなんです。この事実に気づいたとき、結構ね、あのー、どんどん行動したいと思いませんか、これはね、もう100%、地球上のどこでやっても、いつやっても、未来にやっても、ね、過去にやっても、誰がやっても必ずそうなるってことを今、話してますんでね、これを、このことを原理原則っていうふうに言います、原理原則。 原理原則は誰がやっても地球上のところでやってもねあの、アフリカでやったらできなかったんですじゃないんです。<laughs> アフリカでやっても必ずそうなるんです。そして、えー、あの去年はできたんですけどあの、来年はできないんですじゃないんです。来年やっても必ずそうなんです。それが原理原則ですね。はい今、原理原則のお話をしています。つまり成果を支配しているものは行動です。で、その実はね、ここで普通の人終わっちゃうんですよ。 でも私の話はここで終わらない。行動を支配しているものが実はあったんです。行動を支配しているものが。えー、その何ですか、それで。普通の人は行動をあのやるために、例えば本を読んだり、そのストラテジーとかあの、ノウハウとかやり方を勉強したりするわけなんですけど、それって意味なくはないです。なぜならば、あの前の人が失敗したところをはしょって、ね、自分でできるようになるので、そういうノウハウは大切です。しかし、行動を支配しているのはそれじゃないんですね。行動を支配しているものは、 もういきなり答え言います。あなたの感情です。えー、バカなんじゃないのいきなりバカな話しだしたってね、今ね、思ったかもしれませんけど、違うんです。もうね、明確に言いますよ。行動を支配しているのは、あなたの感情、状態、英語だとステートですね、ステート、だから状態っていうふうに訳されますけれども、あなたの状態が高いか低いか、ね、感情が乗ってるか乗ってないか、気分が上がってるか上がってないかで、あなたの行動が全部決まっているんです。 はあ、わけわかんねえって今思ったでしょうね。しかし、これこそが原理原則なんですね。あのもう先にちょっとあの本の話とか、その実際の成功者の話をしてしまいますと、成功者とか一定以上の,あのレベルに達した人たちは何やってるのかっていうと、もう行動したら結果が出るの分かってるんで、行動するためにどうすればいいのかって皆さんね、この自分の感情が行動を支配してるっていうのを知ってますんで。 そういう人たちは何やってんのか、毎日自分の感情を上げるようなことをやっています。例えばね、朝起きて、今日もご先祖様、先祖様、あのー、ご先祖様、神様に感謝ですけど、最高の一日が始まってますイエーイとかってやってるんですよ、そういう人たちって。それなんでやってるのかって、そういうとね、なんか自分が神様にご加護があるとか、神社に行ってね、守られてる感じがするとか、自分の感情が上がるわけですね、自分はいいことをしてる。例えば、寄付をしたりするのもそうです、あのーねあのー。自分の感情が上がるわけです。あ、今日も寄付したな、やったな。 よしそうやって自分の感情が起こると脳科学的に一体何が起こるのかっていうのをこれから説明しますね。自分の感情が上がってる時っていうのは、例えばあのー、まあ、人によっては違うかもしれません。けれども、あのー、高校時代に彼女に告白したら超ね。オッケーっていやターンみたいなうわー。最高みたいな。 そういうい感覚があったりしますよね、まあ、別にあの受験で合格したりあの第一志望の会社に入社できた時とかそういうのでもいいですよあの受験番号を探してねうわー俺のやつはねあったーみたいな、ね、あの時の快感あれあの時すごいあの自分の感情上がってますよねテンション上がってますよねその時に何が起こっているのかというと過去の成功したパターンと脳内のパターンが酷似してくるわけですね。 で過去の成功したパターンと、さっきあの我々の考えは脳の中の回路に電気が流れてるだけだって話をしましたけれども、過去の成功したパターンと脳内の状態が告示すると何が起こるかというと、何が起きても、あこれ簡単なやつ、あこれできるやつだ、あこれあの楽勝なやつだ、あこれ結構いけるやつだあ、俺って結構いけてるやつだ、ねど、何が来ても簡単な気がするわけです、簡単な気がするものと、あこれうまくいくやつだ。 同じことですよ同じことに対して、すごい難しいことでっていうのはあ、これちょっとやったらできるんじゃねえのみたいな感じになるわけですね。感じになるっていうのは一体どういうことか、脳の中の過去のその状態とつながってる神経細胞に電気が流れてるってことなんです。そ,うそこに電気が流れると何が起こるかっていうと、そのとその,時の脳内パターンと同じ電気の流れ方をあのするわけですね、似たような。そうすると、何をやっても簡単な感じがしてくる、やりたくなる。 あ、俺っててイケてる人だ。じゃ逆にね過去の「うわ俺いじめられてるやる気がね」えとかねそのまあいじめられてるっていうのがわかりやすいからもしんないからいじめられてる時を思い出してください。 まあ、いじめられたことなくねえよっていう人もね、あんまなんか上司からね、お前はバカだ、カスタお前みたいなやつがいるから、給料泥棒があってね、こうなじられていたらどうですか、うん、たくさん、おめとか言ってこう、ね、状態下がっていってね、まあ、たまに怒りに変換して爆発させる人もいますけれども、まあ、自分の状態下がっていくわけです。その下がっていくときには、一体どういう脳内状態になるのかっていうと、全く同じことがやってきても、うわ、これ、めんどくせえ。 めんどくせえやつだやる気でねえんだよ、あこれ何回、難しいやつだ、これ、これ、ね、あのこれ失敗する可能性の高いやつだっていう過去の記憶。それが、そこに電気が流れるようになってるんですよ。なぜならば、人間の脳っていうのは似たようなパターン、過去の類似のパターンと同じようなところに電気を流す、そのパターン回路を順次、自分の感情に従って、電気回路に電気流してるだけですからね。ということは、 何が起こってもこれ最高楽しい、簡単だ、楽しいってやってる人がいたら、これねあの、楽しいって言いながら心の中楽しくなかったらダメなんですよ。心の中を、心の中っていうのは一体何かって言うと、脳の中のどこに電気が流れてるかだけですからね。だから、あの自分が今一体何にフォーカスしてるのかが自分が楽しいのか楽しくないかです。だから、ね、上司からお前みたいなバカが春スがお前、この給料泥棒がーってこう、ね、怒られてる最中に、それを全然聞かないで。 えと今日はあと確かあのショートケーキのメニューの人だとショートケーキおいしそうだなとかって思いながらそれ聞いてたらそれ全然聞いてないわけですよ。逆にそのショートケーキおいしそうだな今日はイチゴかなみたいなところでなんかニヤニヤしちゃうわけですね。だから自分が一体何にフォーカスしてるのかで <laughs> も自分の状態っていうのは決まっちゃうわけです。その状態,状態も脳の中においては今何を考えているのかっていうとどういう言葉にフォーカスしてるのかっていうのと 過去にどういう経験したのかっていうのが脳の中では電気が流れるっていう同じ形で表現されてるわけですね。それに対応する細胞に電気が流れるっていう同じ、人間にとってはそれは感情であり知識であり、えー、何にフォーカスしているのかとか言語とかい,い,いっぱいいっぱい違うものを使ってるように思いますけど脳の中で全部一つですからね、それに対応した細胞に電気を流すっていうただそれだけなんです。ですから、えー、過去に、えー、そういう、えー、この状態。 この感情っていうのとこの言葉を使ったらこういう風に電気が流れたというこの記憶っていうのは脳の中の電気が流れるパターンのことですから神経細胞から神経細胞にねそれをどういう風に作っていくのかっていうのがさっき言ったあなたの価値観でありあなたの記憶でありあなたの知識であり全部あなたが持っているものは脳の中の神経細胞の結合でできてるわけですその結合があるところからあるところにどのくらい強くつながってるから ね、このいいだから何が起こっても気持ちいいと思うところに最終的につながってると何が起こっても気持ちいいと思う人間になるわけです。人間というのはそういうものです。だからどういった脳を作っていきたいのかっていうのがさっき言ったそれを達成した自分だったらどういう価値観で生きているのかっていうことに対応しているわけですね。だから自分の価値観をどういうふうにしたいのかで自分の行動が決まってくるわけです。これちょっと次なんですけど結局それを動かしてその行動が出るか出ないか。 ね、行動、出そう、出そうって思っても出ない。ね、大体の人が出そう、出そうって行動出すんだ、うおーってやってても、その行動が出ない、なんでですか、めんどくさいからですと。じゃあ、なんでめんどくさいんですかあなたの状態が低いからです。どんなにめんどくさいと言っても、いやイエいイ彼女に告白したら成功したっていう時だったらね、ねそのめんどくさいことがポン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 出てくるわけですよ。ね、めんどくさいことが行動としてポンポン出てくるんですね。 だから面倒くさくなくなるんです。この行動を支配しているものは自分の感情状態なんです。だから多くの人は自分の感情状態を高めることに時間を使うわけですね。でも、分かった、澤さん。自分の感情を高めればいいんですね。と高めればいいんですってねあの、なんかその自己啓発とか、そのなんかアファメーションとかインカンテーションとかどんどんやってください。それでやってもいいんですけど、澤さん。 サーさんのセミナーを受けた後は高まるんですけど、その後1人になると全然高まらないんですという人がほとんどですね。それは私のセミナーじゃなくても、あのまあ、いろんな自己啓発系のセミナー行っても、ね、セミナー行って終わったら数日間は、ね、やる気が出てるんですけど、だいたいなくなるんです。なんでか。それはこの感情を支配しているものがあったからなんですね。感情状態が行動習慣を支配しています。あの行動っていうのは1回だけやっても、ね、あの意味ないので、習慣化しないと意味ないんですね。あの歯磨きって、 あなた虫歯だらけですね歯磨きして,るしてるんですか、はあ、歯磨きしてますよいつしたんですか10年前ですってこれ意味ないわけです毎日磨いてるから意味あるわけですねある行動も1回やっただけじゃダメなんです人に会ったら手紙を出すとかね人に会ったら挨拶するとかこっちから何とかするとかこのいい習慣を持っているから毎回毎回それがあの生きてくるわけですねそのこのような正解につながってくるわけですだから行動習慣化してくださいそして習慣化するためにはそれをやると気持ちいいと思うという感情になってないといけないわけです じゃあこの感情を支配しているもの、これは一体何なのか。普通の人はここまで言いません。でも私は言います。この感情を支配しているものが分からない限り、自分の行動は自分の思い通りにならない。もっと正確に言うと、自分の行動を自分の管理下に置くためにはどうしたらいいのか、それは感情を上げることです。感情を自分の管理下に置くためにはどうしたらいいのか、それはこれをやることです。感情を支配しているものを申し上げます。それはあなたの信念、思い込みです。 何言ってんのか分かりません。何ですか、信念思い込みって。信念思い込み、ね、さっきあのオウム真理教の話しましたけれどもね、オウム真理教の話をしたときにああの、あなたはオウム真理教に今日から入りませんかうわ、寒いって、ね、思うでしょなんで思ったんですかつまり、うわ、寒いと思ったっていうのは自分の感情状態が下がったわけですね。なんで下がったんですかそうです。一言で言います。あなたがそのような信念思い込みを持っていないからなんです。逆に聞きますよ。あなたがもしオウム真理教の人だったとします。 ね、で、オウム真教、隠れキリシタンみたいな感じでね、隠れオウム真教でねこう、みんなにばれないようにやってましたと、その時に、すみません、あなた、オウム真教に入りませんかってね、聞かれたら、聞かれたら、あのー、うわ、やった仲間がいたってね、思いませんか、自分が隠れオウム真教、うん、いや、実は私もオウム真教と、わー、やった、友達がいた、嬉しいってね。 これ何がが変わったたんですか自分の状態上がりましたよねつまり自分の状態、感情が上がるか上がらないかは自分が何を信じてるかのみによって依存するということなんです。それが自分の感情、あじゃないあの信念、思い込み。で信念というのは別に、ね、決めてなくてもいいんです。さっきあの私が言いました、例えば時間に遅れてはいけないという信念、思い込みを持っていたとします。これね、なんでわざわざ思い込みって言ってるかというと、正しい信念というのはこの世の中に存在しないんですね。 例えば、地動説と天動説がありますよね。今、どっちが正しいと言われてますかそうですね。地球が動く地動説の方が正しいと思ってますよね。でも、ガリリオの前まではどうだったんですか、ね、お天と様が地球の周りを動いているはずだと。太陽が。太陽が地球の周りを回っているんだ。つまり天動説が正しいとしていたので、みんな天動説が正しいと思っているのにえ、ガリリオとかホーペルニクスが、お地動説が正しいんだ。地球が動いているんだって言った瞬間に気持ち悪いんですよ。だって自分が信じていることじゃない。 この,世をこの世を言ってる人がいるからだから気持ち悪いからお前拷問,拷問だって拷問にかけて早く改心しろそれでも地球は回っているって言ったわけですよねつまり全員そうなんです自分が持ってる知識思い込みそれに反するものを認めた時に自分の状態が下がるんです時間に遅れてはいけないとい信念を持ってる人は自分が時間に遅れても相手が時間に遅れても自分の状態が下がるんです そうですよねうわいあ、遅れちゃった、どうしよう、ごめんなさいみたいなねあの、自分の状態下がっちゃいますね。で、あの他の人が遅れてきてもだから、俺は一生懸命時間守ってんのに、あいつは時間遅れてきやがって、時間に対する、あのー、考え方がなってねえな、つまり自分が信じてることじゃないことがをこの世を認めたときに、自分の状態が下がる。 自分が信じてると同じことを認めたときに自分の状態が上がるっていう、実は我々の脳はたったそれだけの機会なんですね。そうなんです。たったそれだけの機会なんですよ。我々の脳みそは。そういうメカニズムでただ動いてるだけなんです。つまり、正確に言います。感情を支配しているのは自分の思い込みなんです。もしあなたの状態を下げる信念があったとしたら、例えばあの、あ人に嫌われちゃって。 人に嫌われたあの私の大好きな,あなたに嫌われたっていうね、ね状態が下がりますよね。これなんで下がるんですか人に嫌われてはいけないとあなたが思っているからです。私の場合ね、もうね、人に嫌われてもいいやって思ってるんで、あの嫌われても、いや、ちょっと、ちょっとはね、あ好きになってくれたらよかったなって思いますよ。でも、こうとも思いますよね。よかった。私が本当に付きき合うべき人と。 より長く付き合うための時間を稼ぐためにあの人が私から離れていったんだというふうに解釈することもできます、ね。私はそのおかげですごい得してます。だからあの嫌われても、あ今は会う人、会うべき人じゃなかったんだとか、ね、もちろんね、嫌われないような行動をなるべくするんですけどね、それでもね、あのすごい自分が美男子でもあのすあの女の子に告白して振られる場合あるじゃないですか。ね、逆に自分がもものすごいもう あの普通の人が好きだと思えないような顔しててもあの告白したら好きだあー OK ですって言われる場合もあるわけですこれはもうはっきり言って好みの問題なんでどうしようもないんですねだから下手なタイプほど数値当たる以外にもう勝つ方法はないわけですよ。 でそんな中で別に離れていったっていいんですだ。なぜならばその人に使わない時間だけ他、ほかに浅田さんがいいですっていう人が寄ってきたり、そういう人に会う時間が生まれるわけですからね。それこそさっき言った人間万事採用が生まれるですよ。この人から嫌われたから私の時間が空いて別の人と出会うチャンスが生まれた。そしてこの人と私の人生は出会うべきだったんだ。でその人出会うべきだったのその人とね、時間を使った方がいいじゃないですか。それでつまりもうね 何がその時点でいいのかっていうのは今の自分の価値観で測れないっていうさっき話しましたけれどもここでもそれが成り立ってますよねだからいや例えば自分の感情を下げるような信念っていうのを人間はいっぱい持ってるわけですよその人に嫌,嫌われたらいけないとか人に迷惑をかけちゃいけないとかね人に迷惑をかけちゃいけないという信念を持ってるのに迷惑をかけた気がしたら自分の状態は上がりますか下がりますかそうですよね下がりますよね 自分の状態が下が下ったら行動出出ててききまますか行動出てきませんだから嫌われてもいいっていうかあの迷惑かけてもいい私が私があみんなにあげたいと思う私がいいと思うこれはいいんだって信じてるものをあげようということだけ決めていたらもう全部あげて自分の行動はどん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 出てきますよね。 なりたい自分になるために行動をするのが大切だった。その行動を延々と延々と毎回毎回好きで好きでそれが楽しくてしょうがなくてやるんです。成功してる人は努力してる人はいますか嫌だな、嫌だけど俺はこう成功するためにこれやらないといけないんだという人が成功しますかはっきり言います。これいろんな人が言ってます。成功しません。つまり努力をするなってことなんです。要は努力,努力というのは一体何かっていうと。 やりたくないことを自分に無知打ってやるってことなんですね、とある成果を手に入れるために。でそんな人は、人との人間になれますから、まあ、それはねあの、従業員としてこれやらなきゃいけないことを、もう,いやもう行きたくねえとかって言いながらね、毎日やることはあるかもしれませんけれども、それはまあ自分の時間を売ってるので、その何かあの、まあ、自分の時間を売ってるんだからまあしょうがないかもしれませんね。 でも自分の人生の時間を黄金の砂時計をそれを使い続けるんでしたらそれは好きなことに自分の状態が上がることに使ってくださいそしてそれがやりたいことであれば必要な行動であればその行動がをやると自分の感情状態が上がるんだというその信念を持ってくださいでそれが持てないんだったらそれはやらなくていいことかもしれませんそうやって自分をえ自分が 他の人がやめろって言われてもね、皆さん、歯磨きをね、するでしょ、毎日、ね。歯磨きをしてるのに、歯磨きやめろって言われたらど、どんな気持ちがしますかなんかちょっと気持ち悪いなってね、で、あ、そうだ、あの人が見てないところでちょっと隠れてやろうとか言ってやりますよね。つまり、止めても止めてもやる。それが自分の状態が上がるってことです。なんで止めてもやるんですかそれは、歯磨きをしないと気持ち悪い、自分の状態が下がるからです。 その行これあのちっちゃい子だったらね、歯磨き、わい、今日しなくていいんだわいとか言って状態を上げてね、あの歯磨きもしなくなるかもしれませんけれども、まあ、要は自分がやめろ、ね、ロミエとジュリエット、会うなと言わ,れる場合言われるほど会いたくなるわけですね。それは自分の状態が上がるわけです。会わなかったら自分の状態が下がるんです。それが支配してるってことなんです。 だから自分の行動がやめろと言われても出てくる、やめろと言われても出てくるということは習慣化されているからその成果が出てくるわけですね。つまり、もうこれ順番に言います、まずは行動と振る舞いを整えてください。行動と振る舞いを整えられたら、次に自分の感情を整えてください。これ、整えるというのは、それを管理官に置くって言ってもいいです。 自分の行動,と行動と振る舞いが管理官に置かれてない人、つまりね、いや、私は本当はやりたかったんですけど、できないんですっていう人、これはもう使い物になりませんね。<laughs> あのいや右手動かそうと思ったんだけど、動かなくて、ね、あのガラス割ってしまったんですみたいな人かもしれませんあの。で、それが行動と振る舞いは最低限、もう整います、普通に働いてたりね。あのでも、やりながらも、俺、本当は嫌なんだよねってね、やりながら言ってる人がいるんです。それは あの感情が管理下に置かれてない人ですね感情を管理官に置く、自分のなりたい感情に自分がなろうと思ったらなれるようにする、もっと正確に言うと、自分のフォーカスをどこに当てるのかっていうのをコントロールできるようになるってことです。それが、えー、行動を支配している感情を管理官に置くってことですね。でも、感情を押し殺して管理官に置いてる人っていうのは一体何が起きているかっていうと、その思考が整ってないわけですね。つまり信念を思い込みに反する 行動をを感情押しし殺してて、えー、取り続けけるわけですこれは長続きしません、1回や2回できたとしても、えー、っと習慣化するまで延と続けることは難しいわけですね。ということで、自分の考え方、信念、思い込みすら管理下に置く、これが難しいんですけれども、とりあえず今日はこの知識だけを身につけていってください。これをやる方法っていうのはまだ、ね、また次回以降で詳しく話していけたらと思いますが。 今日はここまでということで、はい、この世の中の世界を支配しているものは何ですかそうです。あなたの行動です。しかもそれはただ一回の行動じゃありません。習慣化された行動です。やめろと言われてもやってしまうその行動があなたの成果を支配しているんです。 そして、それは何によって支配されてるか、ね。行動は何によって支配されてるか。やれやれ、動け動くんだ自分にむち打ったってね、そんなに1回や2回はできます。その代表例がダイエットですよね。自分にむち打ってダイエット、最初の3日間はできますけど、その後できません。なんでですか嫌なことをやってるからです。あなたの本心は、ね、やりたくないんです、こんなにやんなくてもいいじゃんみたいなね。それは何でですかあなたの感情が下がるんです。ご飯を食べなかったり、無理な運動をしたりすると。 じゃあその感情を上げる、感情を上げたら、やった、俺できてる、今日も、今日もダイエット成功したってね、もう食いまくってる、ね、で、それ言っていく、自分の感情を上げてください、実際そうなりますからね、行動が。自分の感情が上がれば行動ができます。じゃあ、感情をどうやって上げるんですかそれはあなたの思い込みによって支配されています。思い込み。その思い込みっていうのを別の言い方で言うと、信念かもしれないし、はっきり言います、記憶です、あなたの記憶、そしてあなたの記憶はどうやってできたんですか そうですあなたがそこに生まれそこにいたからその記憶があるだけなんです。今ここの z、えーま、ズームなりあのあのラ,イライブなりを見ている人はこの話を聞いたので違う経験をしたわけですね。今日ここにいなかったらこの話聞いてないんでこの経験をしていない。この経験をしたら一体何が起こるかそういう脳の中の回路が今日形成されたんです。この回路が形成されたこれを記憶と言います。 そしてそれは経験です。あなたはここで経験したんです、この記憶を。この脳の中の回路の電気のがどこにつながって、そこのつ,つながりが強くなるのか、良くなるのか、この相対、この脳の中2000億個の細胞でできている、このし脳細胞の神経投射の重み、これのことを記憶と言います。これが思い込みの正体であり、信念の正体であり、それを総合して、あなたの価値観と呼んでいます。 これが我々に行動させてるんです。なぜならば我々が考えたり行動したりっていうのはすべてただこの神経細胞に電気が流れたということだからです。どこに電気が流れるかによって決まるんです。あなたが何を考えてるのかもどういう言葉を使ってるのかもどういう筋肉に信号を送るのかもつまり行動するのかもこの神経細胞のつながりの度合いこれを記憶と言います。この記憶によって変わるんです。 さて今日はね、面白い話をさせていただきましたが、実はね、この話ね、続きがあるんですけど、もう今日はね、一言で言います、この思い込みを支配しているのはあなたの環境です。あなたがどこにいるかだけで、この経験は全部決まっています。ここにいたから、この話が聞こえてきた、これはあなたがね、一生懸命考えて、この今、脳,の脳内神経細胞の投射を作ったんですが、違います、ここにいたからです。 あなたがその小学校、その中学校にいたからその経験があって、その経験とはすなわち、記憶です。その脳内細胞のこの結合が作られたわけですね。しかも人間は超頭がいいので、たった1回経験したことを何回も何回も何回もそこに電気を流して、何回も何回も思い出して、ですねその回路を強化していくんです。それはいいことを強化することもありますし、ほとんど多くの人は悪いことを強化してるんですね。ね電車の中で足を踏まれまれした くしょうあのよろしい踏み上がった後で痛くなってきたじゃねえか。ね、次の日も翌の日も、ね、考えたりします。たった一回踏まれた、その時は本当に踏まれたのかもしれません。その後何回あなたの頭の中でその回路に電気を流してその記憶を強化したんですか無駄です。ということでですね、何をフォーカスするのかっていうその回路も脳,脳が作ってるわけですよね、脳の回路は。だからどういう自分になりたいのか。なりたい自分の価値観で生きる。 価値観とは脳の中の電気の流れる回路、つまり記憶です。神経細胞の回路です。それを自分が、なりたい自分だったら持っているはずだという回路を作り上げていってください。さて、今日のお話、これ、いかがだったでしょうか。はい、それではまたね、なりたい自分になるということで、次の第3回は入れてください。はい、じゃあね、今日ね、来ていただいた方。 えーまあね、話したい内容いっぱいあるんですけどね、あの次回、えー、次回は4月3日ですね、4月3日、来週の日曜日、21時からですね、はい、21時から、まだね、Facebook、さわしげみの方にアップしていきますんで、えー、とまだね、参加されてない方は、このオープンチャット、鬼ま虫、さわしげみの方にもご登録ください。あもうご登録いただきますね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい それではね、あのこのライブの方を、えー、終わりにしていきたいと思いますが、最後一人一人だけ感想の方、えー、よろしいでしょうか。はい。じゃあまた、かむさん、あかんあかねさん。はい。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと一つお願いいたします。<あ>今日もあのここまで聞いていただいてありがとうございます。あ、こちらこそ本当こんなに深掘りしてあの聞けるなんて。 ってとは思っていなくて、本当にあ,<ー>あの今実は移住を考えていて、<ー> <laughs> 本当環境を変えるタイミングだったので、そんな時にこの話を聞けてよかったです。<ー>はい。ほどいや、はいね、タイミングですね。ありがとうございます。すありがとうございます。はい。いやね,ねあのこの感想をね、えー、勇気ある一人あのー、述べてくれたということでね、あのー、皆さん拍手の方お願いします。どうもありがとうございます。 はい。それでは今日の、えー、ライブはこれで終わりにしていきたいと思いますが、えー、最後まで聞いていただいた皆様ありがとうございました。えー、はい。じゃここで一旦終わりたいと思います。それではまた来週、失礼します。